第9章再会。信行と雪村の活躍もあり、真田は徳川を撃退する。その鮮やかな勝利は巷でも評判になっていた。戦勝の喜びもつかの間、上杉に戻った雪村のもとに正行上洛の知らせが届く。雪村もまた景勝に付き従って上洛することになった。羽柴改め豊臣秀吉の治める地大阪、そこで雪村を待っていたのは懐かしき者との再会と、後に運命を共にする仲間たちとの出会いだった。